王道。あ、勝利で走った。おお、あ、全然ちゃう。おお、バラエティコーナーのねラインナップがめちゃめちゃ素敵なんですよ。1位がもうどうせ無理ならそういうとこ行くっていうのもねありじゃないかなと思うんですけど、どうすかな。ありがとうございます。お願いします。30番でした。皆さんこんにちは、モロズビゲンズブールです。さあ本日三重県は四日市にございます三重県のウィング金馬店さんにお邪魔しております。王道の収録ということですけどもね、もう消化試合感漂っている王道でございますが、僕は今2位なのかな、まだ2位なのかな、今回で3戦目、1勝1敗という個人戦績ながら、前回結構やられましたね。でランク外におるというところで、まあ、2位3位、1位が無理でも2位3位をもう僕で独占するというような形に持っていくためにはやっぱりプラス3000枚ぐらいかなが必要なのかななんて思ってます。でまだ分かんないですけど、その1位がもうほぼ決まっちゃったんで、まあその2位と3位にも何かしらの恩賞をつけようという話にはなってるようですね。だからとりあえずはもうそこを目指して頑張るしかありませんので、今日はまあ本当3000枚ぐらいですかね、まあ、そう簡単な枚数ではないですけれども、そのぐらいを目指しながら、あ、いつも通り、まあ、その絆とかね、ああいう間違いなく強いだろうみたいな機種にはいかずに、自分の好きな機種で、楽しんでいきたいと思います。というわけで早速いってみましょう。王道スタートです。どうしよっか、セイクリッドセブンか政宗だな。セイクリはまだ空いてて、政宗どこある？これ一時跳ねてないね。そろそろパンくんじゃないですか。事故率はまあまあ高いですからね。こっちかな。さあでは実戦開始です。政宗2から頑張っていきましょう。僕オープニングで最初喋った時、三重県2回言いましたね確かね。三重県四日市にあります三重県のウィングカネバってね。どんだけ三重県押してんでしょうね僕ね。緊張してんのかな。俺今言ったよなって思いながらも、お前いっかって言いながら店舗紹介したんですけど、なんで僕三重県2回言ったんでしょうね。今日ちょっといつもと調子が違う。皆さんも多分思ったでしょうね、お前今言ったよ三重県ってって。すいません、なんかたどたどしくて。だ前回そのハーデスでめちゃめちゃ負けたでしょ。その時思ったのは、まああれは昼からというかね、開店後の収録だったっていうのがあって、飽き台もあんまなかったんですけれども、やっぱねその1位を意識するあまり、なんかとりあえずもホームラン狙おうみたいになるとダメですね。だからそうじゃなくて、もうなんとかプラスを目指しましょうと、ヒット打ちましょうという気持ちで打ちに行って、でそれが結果ホームランになりましたみたいなことになればそれがベストですよ。ホームランなんてね、狙って打てるもんじゃない。だから一応まあその事故のね起こる可能性のある機種を選びはしましたけれども、じゃあもうまんま行かないといけないから、ね、凱旋でハーデスだっつって、
そういうのはちょっとね結果的につまんなくなってしまう可能性があるんで、今日は正宗2を選びました。9時オープンでしょ、12時ぐらいまでには追っ始まらないとダメだ。どっちにしろダメです。マサムネ1時間で1500枚ぐらいしか出ないから、万行くってなったら6時間半ぐらいかかるわけか。いや無理だろそんなの冷静に考えて無理だろ6時間半だ、5000ゲーム ART 消化しないとダメってことでしょ。えげつないなそれ。どっかで4桁の世界2回ぐらいないと無理だろう。というわけで、まあオープニングで話してた通り、とりあえず3000枚目標に頑張ります。まあはやっぱ無理だな。今日チェリー暑いね。強カットインで弱チェか。あーこれはいやー弱チェ弱チェ。一応対決前場中なら弱中でも 10% で勝利書き換えです。ただこれ元々のその最初で引いた強チェリーで当たってる可能性もちろんありますよ。わーステーキはこれ珍しいな、これ初めて見たかもしんない。こんななんだ。あー当たった。最初のこれ強チェリーでしょうね。526ゲーム、投手11本です。さあこっからですよ、こっから。とりあえずまずは青7でお願いします。欧州ボーナスはいらない。閉まれ閉まれ、もう黒いのはいらんぞ。これ多分ちょっとね、オーケーオーケー、黒いのに寄ってしまったら結構きついぞ。シングル、さあまず一発目は無事 ART でございます。でここからチャンスアッパー今のところない。さあもう一個、わあ一発目からはいかんか。まあまあまあ頑張りましょう。よしよし行こう。お MB チャンス目かこれ。よーしさあ対決いけよー。いいぞ。よし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 。さあベルを引けば ART 中の家康は 37.5% だったかな。で勝利書き換えです。まずベル、おいおいベル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 引け。よーやばい。よしここまでいったらこの時点でちょい圧で、ここでベル、さあ頼む。よいしょよいしょ、復活ない。くわー50ゲームスタートの場合はその最初の対決をもう生かさないとどうしようもないですからね。ダメか、最後6択当てるしかないね。そうチャンス目、ナビでのナビ、
うわー、ナビでないか。しかもこれ金7の方だ。こんなの押せるかよ朝一から。昨日何3回連続で左ファーストが選ばれてるね。中でまず第一が当たってるかどうか行きましょう。行きますよ。あー外れた。読めんかったら逆押しか。正解は逆押しでした。くそー。あー、とりあえずこれで第一選手は当たってます。あとは2択、どっち行こうか。最初揃えるときが中右左だったんですよ。だから中左引きで行こう。オーケー。もう一個前当てたかったね。でもね、まあまあのエスパーっぷりだけども。あ、行った行った、赤だ赤、2回目で行った。どっちにしろ行ってくれたね。ブー、入った。よしよしよし、いや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 、いいじゃないですかいいじゃないですか。ループ率は多分低いですね。青でした。まあでもいいよ、言ってくれただけ OK。 いや自力で当てて秀吉、いいじゃないですか。ここが大事よ。あー、チャンスアップないか。まあな、 30% のループだとそうなるよな。残念ながら2発した。60かな。まあでも OKOK。 次頑張ろう。また今度頑張ろう。ハサミよ。冗談に青7止まれば。あー、ダメか。終わっちまいました。おしゅん中左右。いやでも2回目の7揃いで秀吉行きましたからね。いやいや、夢の設定5の可能性もなくはないですよ。51回も打ったことないですからね。5はまあ青七揃いの3回に1回ぐらい秀吉に行くと言われてますから、次をね、次の次ぐらいまでにまた秀吉行ったら、いよいよその可能性が出てきますよ。うわー、バーですか。おい、いいねいいねいいね。とりあえずこのスタートラインには立ててる。さあどうなる。ここでいったら5ぞ5。うわー、いかないか。これで秀吉は3の1。いや、もう当たるまでとりあえずハサミでいきましょうか。あ、ごめん、目を示した。あ、でも終わった。正解は逆押しか。多いな逆押し。今日だって今4回中5回か、5回中3回逆押しですよ。逆押しはそんな攻めた押し方しないよ。いやー、めちゃめちゃ引いてるな。チャンス目、強手チャンス目で高確率。さあどうなるか。ベル引けなかったけども、よし、237ゲームギリギリ持ち込みですね。よし、いいね、ここはいい。3連続青7でございます。
さあ来い、2段階いけ、よいしょ、ないか。さあ50ゲーム頑張りましょう。パワースタート、白いけ白、よい、これは熱いよ、白以外の赤ふすまは相当熱い。弱水か、よし、さあベル引こう、ここは勝っときたい。ちょっとね ART1 の対決が弱すぎるんで、いいぞ MB 来い、よしよし、次は必ずベルオアチャンス目、いいぞ、しかも今銀ナビ入ったから今ので勝ってる可能性ありますよ。うわー、なかった、3ゲーム目すらいかんかった。おい、 OKOK、 あー危ねえ、よし、やっと ART 中の対決勝ちました。シングルか、さあ行け、よいしょ、行け、うわー、ダメか今ので言ったらね、本当に5なのかという感じになってきましたけど、行かなかったね。逆押しがねめちゃめちゃ選ばれてますけど、よいしょ、あーダメか。一応まあ高設定が出やすい終了画面ですね、あんまり期待できないです。でも今のは逆ハサミ、こっちばっか選ばれるな。おお、強水が、おお、来た、激アツ出ました、激アツの本望。さあ影勝、まあもちろん勝利確定の可能性ありますけど、この影勝の時に左リル、この出目は激アツです。リプレイの可能性大、ほらこれで書き換え 50% です。ただこっちのね2連7はダメなんですよ、あの金7が混じってる方の2連7じゃないとダメだ。ここ狙い面白いですよ、影勝中は。まあでもこれはどちらにせよ勝利確定の対決だと思いますけどね。おお、デカプッシュ、よいしょ、409ゲーム投手17本です。さあ行こう、シングル438ゲームです。月の色は通常、よいしょ、うわー、いかないか、50ゲームスタートです。なんとかね初当たりが全部 ART なんで、まだ投手は17本で済んではいますけど、ただまあこのその初当たり全部青七でプラスじゃないっていうね、まあいい台ではないことは間違いないです。あとはどれだけその少ないチャンスをものにできるか。うわー、熱いよ、追加でお願いします。1ゲーム目にチャンスアップインス絡んでますから、ある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 、スイカある、これ、よーし、た、頼むぞ、とりあえず3ゲーム目まで行こう。この時点でね年はまあまあ熱いんですよ。でここでチャンスアップ絡めばほぼ間違いないんですけど、ここのチャンスアップはなし、ボタンが出て、おーい、ジャックスイカが働いた、よし、さあそろそろもう一発いこう。お、しかも50乗ったシングルで、うん、
さあ行け、ブーって、あ、行った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 、2回目2回目、さあ行った。何色でしょうか。青か。うわー、ちょっとせめて100は行こうよ、3桁は来よう、よし行こう。まあまあ一発目はね、ダブル来い、ダブル、わあシングルか、次が大事。チャンスアップないか。あ、これね、もうほぼほぼアウト。これはシングルテンパやったら2角なんですけど、ダブルでテンパしてしまうと大体リプレイ揃うから。いやー、またか、もう最低コス、ループが弱いのしか持ってこれないですね。で最初の部分はまあ50だったんで、トータル80か。もう一息惜しかった。これで残りが94ゲーム。もう一回行こう、7ぞろい、もう一回行こう。最後はボタンが、あー、チャンスアップ、ボタンが出れば、よいしょ、 OK。 いやいや、ちょっと乗ってきましたね。まだ始まったというほどではないですけど、若干乗り始めております。シングル揃いでプラス、おーし、50乗った。2連続でいけ。あー、まあ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 、ついた、残り5ゲームで、で以降6ゲーム間は押し順発生チャンスでね、僕1回でこの残りゲーム数と、わあ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 、炎降格がかぶったことがあって、残り0になった時に炎降格いったら最終画面のところでナビ出たんですよね。たまたまかもしれないけど、その最後そういうのとかぶると熱いかもしれない。わっ、遅れ電波音、ダブル揃い、うわー来たね、いいタイミングで。いや、ハサミがやっと当たった。まあいいよ、ここはいい、とりあえず復活できただけでも OK です。さあ終わりました。次の押し順はね、3つ迷ってんのがあるんですよ。順押しか、中右左か、逆押し、どれにすかな。ちょっと履歴見ようか、流れを読め、流れを。中右左がずっと選ばれてないね、履歴にないもん。ただだからこそあえてのここは中はないな、うん、これ中癖がついてない台だよ。順押していこう。さあ、転売音はない、どうなる。あー、ちくしょう、正解なんでしょうか。中左右、あ、なるほどね、中でしたねけども、ここ押して大事でした、当たってて、こう押したらまあ外れたわけだから、まあどっちにしろダメと。流れを読めてないね。結構頑張ったと思っても500枚出てないからな。これじゃあ3000枚なんて夢のまた夢ですよ。こい、あー、やっぱ来たか。まあしゃあないね、もういつかは来るから、もうしゃあない。30ゲーム上乗せなし。
いや次こそもうじゃあ中右左かな。あー外れた。逆ハサミでした。逆ハサミ本当多いなあ。ーやっちまったー。頑張ろう。もうここで頑張るしかない。来い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 。ああ終わった。くそー、設定3否定、もうそれは分かってるって。ラストチャンスですね。これが外れたらもうやめましょう。チャンス目からの降格率、まあ降格で、うわっ、浮田と粗品がもう撤退してますよ。あらこれは熱いぞ。家康か、まあ、こん中ではもちろん一番選ばれてほしくなかった。あーここです。わ大丈夫大丈夫。さあそして最後はベル、せーの、525ゲームまさにラストチャンス。追加投資が発生しまして現在25本です。これが欧州ボーナスやったらもうその時点で終わりですね。まあ点カードを入れればまだ分かんないけど、ここはもう ART で気持ちよく終わらせてほしい。でちょろっと回収させてくれればそれでまた明日もパチスロ打とうってなって帰りますから。僕は単純な人間ですからね。プラスにならなくてもちょっと回収があるだけでよしよしと、よしよし明日も打てるぞ、あこの分で明日も打とうってなるから。しまれよ、怖い。よしよし明日も正宗打ちましょう。明日も打とう。これでもう僕は明日も打つ気になれた。シングルでもいいです、何でもいい。よしヘイ、もう1段階。いやーダメか、よかよか、もう大丈夫です。ありがとうございました。というわけで実戦終了です。ありがとうございました、多分100枚くらい回収しております。スイカゴイ MB 最後の ART は駆け抜けました。頑張って当てよう。おっと赤チャンスは熱いぞ。強水か、いやこれ波が出る可能性がある。頼む頼む。いやードキドキすんな。いやリプレイで普通にお尻波出てるから、これ青七町じゃないの、強水化のおかげで。ほら来た、ほら来た、しかも秀吉出てるから、秀吉決戦だ。いやーいいタイミングで引いたね完璧や、いい終わり方になった。よーしバーン。さあもう今日最後です。また青、あもういいよ、入ってくれただけで OK です。よいしょ、次よ次よ、大事なのは次。いやーもうチャンスアップがない。
おお揃った、よしよし、初の3発目。あらーららららら、らここでストックした。よいしょ、さあダブル揃いでございます。おお金、まだいくよ。よし、最後に来たね、でかいのが。おおお、なになにこれ、まだ大丈夫ってこと。はい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 、うわ超、うわ超秀吉まであとちょっとやったのに。よし、きた、あの間がたまらん。あっ超秀吉いった、うわー 85 パーループ、頼むよ頼むよ、まず一発。一回ね入ったことあるんですけどね、3発で終わったんですよね。よし2発、よーし金、いやーやばい、あーやばい、終わってもうたー。 85% を3発で落とした。まあしゃあない、引けただけでも優勝しましょう。最低でも300はあるのか。で、1回ダブルゾロやりましたからね。最低でも320。おおおおおお、もういったいった。もうもういったな。ってことは合計で410ゲームまくったね。さあこれも多分秀吉いくと思いますけどね。頼むぞ、あーやっぱ赤だ、2連続秀吉。いやいやいや、おっぱじまったな、おっぱじまんの遅いよちょっと。よし、これでトータルが110ゲームプラスで残り507ゲームきた。うわーいったー、3連続やー、どうしたんでしょうね急にね。何があったこの台に。青トータル80、やばい、もう200ゲームぐらい対決すら行ってないですね。全然チャンス、うわー、うえ、何？何これ？え？いやいや、まあまあでも儲けもんですね。これで423ゲーム残りが。
あ、小十郎教習中のこれを初めてです。びっくりした。もうでもいちいちプチュンってならないでほしいですよね。もうさっきのもそうだったけどフリーズかと思ったよ。いや兵力もしっかり回復できた。あーなるほど、さっきの青七でってことね。よし初めての黄色頑張ろう。あーいった、2回目。いやー、来た。さあ今度こそ頑張ろう。いや頼む。もう超秀吉が弱すぎるわ。全部一撃でいきましょう。あ、でも秀吉決戦ストックしてた。よしよし OK。 とりあえず190乗ってもう一発秀吉決戦出てきます。あ、まあ、だったらまだいいや。合計250ですね。いや超秀吉いってこれはしょぼい。ただ残りが再び436ゲーム。おー50、高めが出てきてくれました。わっまた行った。これ設定5なの、もしかして。なんかえらい風になってきましたね。青いや続けてよかったですね。もう残り30分ぐらいってなった時にボーナスタイプ行ってもいいけど、さあどうしようかなって思ってたんですよ。そしたらもう最後の最後でね、パーンですよ。政宗の神様が完全に降りてきました。ただもったいなかったのがあの超秀吉ですよね。あれが2回あって2回ともしょぼれんで終わっちゃったんで、あれがもうちょっとうまくいってりゃ、まあ、5000枚も見えたかなというような感じでございました。で、まだ ART 中でございますけども、ひとまずこれで収録は終了ということで、現在、獲得枚数が約2600枚で残りの ART が360ぐらいだったかなあという状況で、まあ、3000枚は間違いないといったところですね。で、サマイで、投資が1250枚なんで、まあ、サマイで2000枚ぐらいも十分可能かなというところでございます。そんなこんなで、残念ながら最終最後まではお届けできませんけれども、まあ残りゲーム数とか あとはそのレシートとかちょこちょこその写真を撮って、カメラマンさんに後日僕が送ってですね、こういう感じでこういう風に出ましたよというのは、まあ画像だけでも皆様にね感じ取っていただけるようにしますんで、何卒ご了承くださいませ。さあというわけでひとまず、これで諸角ゲンズブルーの王道終了という形になりますんでね、残りのエアリティしっかり伸ばせるように頑張っていきたいと思います。というわけで皆さんまたお会いしましょう。さよなら。